粒、うん、はい、粒ね、お刺身用の大きい粒なんだけど、今日はそれを、はい、おさ本当はね地元だとお刺身で食べる大きな粒なんだけど、うんうん、まあ、今日はせっかくなので、だいたい普段は、2人分で1個です。あ、だけど粒ね、今日はあれなんだ、どうにもなんないで2人分を一皿にしてます、うん、まあ、ちょっと前菜なんだけどもね、せっかく釧路まで来てくれたんで少しちょっとガツンと作りました。ソースはブールブランっていうバター、白ワイン、バターソースですね。バターソース、はい、エストラゴンというハーブ風味のバターソース、ブールブランソース、ブールブランソース、うん、はい、いいですか？ OK です。もしパン食べ終わったらパンのお借り入れてください。はい、ちょっと殻が食べられないので、あとおしぼりも持ってきてくれたら助かります。今巻いてるのはこれ昆布。あ、はい、OK。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。いや、ということで視聴者さん、またということで、ということで視聴者さんお越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、今日も無事に一日が終了しまして、あ、今日視聴者さんからプレゼントもらいました。やったー、ありがとうございます。はい、ごめんね、はい、別にこうやって出してるからって視聴者さん来るときは必ずお土産持ってきてねっていう最初じゃないですよ。はい、ちょっと食べようか。え、食べよう。いいんですか、いいんですか。みんなに内緒で、内緒ってみんな見てるけど。京都宇治抹茶、宇治濃茶、これ宇治濃茶って読むのこれ。ああ、でも濃い、宇治濃茶、宇治、あ、濃茶だった、見た目、恥ずかしい。プロッチ、はい、おー、あ、いっぱい入ってる。いただきます。いただきます。いただきます。ありがとうございます。美味しいよね。大好きね。うん、お店でなかなか使わないけど、あの北海道っぽくないから、うん、うん、でも本当に抹茶は好き。北海道ってお茶作ってるとこないの？あんの？日本でお茶って言ったら京都とか静岡ってイメージじゃない、うん、はい、というわけで今日のお客様ありがとうございました。ありがとうございます。後でかわいそうだからみんなにもあげよう。そうだからみんなにも独り占めはしません、はい、今日はなんと気づいたらですね、そんな視聴者さんが来てくれた今日、わかんない、昨日かもしれないけど、なんと登録者数4000人を超えておりました。いや、ありがとうございます。すごい。いや、その記念すべき日にね、ご来店いただきました、お客様もありがとうございます。なんか運命だよね。すごいですね、4000ってすごいですね。4000人の時にちゃんとその視聴者さんがお客さんで来てくれるというこの運命というか、やっててよかったね、 YouTube ね。そうですね、だってご来店のきっかけになってるんですから。そう、言ってくれてたもんだって、あの YouTube ライブ配信やってなかったら多分僕来てなかったですねみたいな。いや、それ本当やってるよ。もうじゃあこれからもさらに頑張って、はい、やっていきましょう。行きましょう。ちょっとずつね、あの、まあ、今日のお客さんも心配してくれてましたけども、ちょっとずつさすがに予約がポツポツと入ってきました。明日も明後日も少しずつ良くなっていけばいいかなというふうに思っております。はい、はい、お店も引き続きより良いお店を作って、でこちらのチャンネルもより良い楽しいチャンネルをね、頑張って作っていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。ともみさんが卒業する前になんとか5000人になりたいね。いやー、でも私がいる来年卒業、来年の春卒業ですよ皆さん。
でも私がいる時にもう1000、2000、3000で今回4000なんで、もう結構だいぶ嬉しい。そうだよね。だってすごいと思います。私が入ったのが3年前なんですけど、うん、の半年後ぐらいに1000人やったーみたいな感じだったんで、ちょっとその後のそのいつあったかはちょっと具体的には覚えてないんですけど、あんまり何周年とかも全然覚えてないから、ね、今自分のお店が何周年なのかもう分かんなくなっちゃったから。でもこの間サイトに15年目って、じゃあ 15年目書いてましたよ。じゃあ15年目です。頑張ってます、はい、15年目が、じゃあ来年の2月か3月に15周年みたいな感じなのか。今15年目をやってるってことですよね、うん、じゃあ14年目かもしれないけど、ちょっと間違ってるかもしれないけど、まあ、はい、頑張っていきましょう。頑張ります、はい、ということで、まあ、というわけでまた次回の動画で、今たくさんね撮りためた動画があって編集しなきゃいけないのでいっぱいね、あの一番しっかりやんなきゃいけないのは、のろこ号動画、あとはこの間あれなんで道の駅メイと一緒、メイとサナミを連れて、はい、OK、ついに最北端宗谷岬の方の道の駅も行ってきたんで、それね13箇所ぐらい落ちたんだよ、ポン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 って。それも多分まあ2話ぐらいに分けて編集するんで、それも楽しみにしておいてください。あとは料理の動画もね、ちょっとずつ多分お客さんが来てくれるようになると、たくさんいろんな料理も作るようになると思いますので、多分引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。はい、では次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。